まさに何者にで現れた前代未聞のリズムダンスアクションゲーム、バスタームーブダンス&リズムアクション。シリーズファーストインパクトとなったこの作品、ルールはとってもイージー。とにかくかっこよく踊ったもん勝ち。リズムに合わせてボタンを叩きゃ、キュートなキャラクターたちのダンスバトルがフィーバー。クールなキャラクターデザインには CG アーティスト田中秀幸氏、そしてダンスを盛り上げるノリノリの音楽はあの ABEX が全曲書き下ろしたっていうんだから、そりゃ燃えるぜベイビー。 NEXT 1999、あのダンスバトルから1年、ヒロ君が、ショーティーが、ヒートが、そう、アイスだが、グラフィック&システムをパワーアップしてリターン。バスタームーブ2ダンス天国ミックス。 Yeah! Reaching out to just the funky people out there! 相手のソロパートを奪える新ジャマ、運も味方にスロットシステムなどなど、新たなシステムが盛り込まれたシリーズ第2弾。コマンド体系も一新されて、ビギナーからエキスパートのプレイヤーまで Enjoy Dancing!この作品のミュージックはイーストウエストジャパンが全曲書き下ろしで楽曲を提供。これまたファンキーでクールなナンバーだらけだ。そして2000、シリーズ第3弾が PS2 で踊り出すダンサミット2001バストアムーブ。この最新作はなんと4人1チームでダンシング、何でも願いが叶う不思議な力、伝説のグルーブトロンを目指して熱きダンスバトルが始まる。見てくれこの動き、このコスチューム。得意なダンスは様々だけど、息を合わせたコンビダンスが very very important らしいぜ。でもチームでダンスと言ったって、ステージに上がれば誰だって一番目立ちたいよな。そんな時には新たに追加された抜け駆けシステムを使うんだ。みんなの裏をかいてバーンと決めれば、ど真ん中でソロダンスが踊れるぞ。開催いたします。あ、今度のバスタームーブの一番の売りはね、パンチラです。パンチラったって男物じゃん。じゃあ俺まともなこと言いますね、今回は友達を家に遊べる楽しいゲームですよ。家に遊べるって もちろん PS2 なんでね、グラフィックがすごく綺麗になったっていうのは当然のことなんですけども、今まで2人で対戦してたのが今度4人同時にプレイできるようになったっていうのは、これ全然もうゲーム性の根幹に関わる新しい進化じゃないかなと。バストアムーブ3ではなくて、新しくダンスサミット2001というタイトルをつけたのは、まあその辺 の意図もありまして、要は今までの流れの中のバストアムーブじゃなくて、全然新しい面白さを今回は追求したんだよっていうことがこのタイトルに込められてるんですね。まあ、今回の、ダンスサミットの中で、まあ、抜け駆けシステムっていうのが、まあ、一番大きな、まあ、特徴だと思うんですね。
誰と踊るか、どの組を作るかという、まあ、要は全員が仲良く踊りつつも一人だけ目立ちたいと、このカタルシスを解消するシステムなんですけども、まあ、この時に周りがどのボタンを押すかと、その心理戦、こいつはこれを押してくるんじゃないか、こいつはこれを押してくるんじゃないかと、ちょっと手に合わせて右で心理戦がありながらもそれを出し抜いていくという、ちょっと意地の悪いでも出し抜いた瞬間は最高にクッという瞬間ですね。なかなか熱いところであると思いますね、うん。それでは改めて今作の売りを聞いてみましょう。今回のダンスサミットの売りはパンチだ。今回は友達を家に呼べる楽しいゲームになりました、うん、皆さんよろしくお願いします。そうですね、はい、綺麗にまとまりました。パンチだ。いや、いいからいいからいいから。乳首も見えてますね。そういえばそうですね。パンツも乳首も丸出しで踊り明かそうぜ。ダンスサミット2021開催間近。